結城聖長は、室町時代中期の武将、下佐結城氏十三代当主。永京11年、11代当主、結城氏友の四、男として誕生。柿津元年、結城合戦で、父や長兄、持ともら一族の多くが戦死した際、幼児であった聖長は、乳母の手によって、室町幕府の追跡から逃れて、日立国の佐竹氏のもとへ落ち延びた。 その後、足利重氏が五代鎌倉久保となって、鎌倉府が復活すると、重氏の計らいによって、有城氏の再興も許されることとなる。この際、兄、長長も、家督継承に名乗りを上げたが、重友はこれを打ち破って、家督を継ぎ、重氏より返旗を受けて、聖夜さと解明した。京徳三年には、重氏の命を受けて、関東管領。 上杉憲忠殺害に加担、清長の家臣である田賀谷氏や高津兄弟が憲忠を撃ち取った。これを契機に、教徳の乱が始まり、重氏が幕府から追悼を受けて、鎌倉を追われた時、これを悲鳴している。なお、この時の選考により、工業は清長の一時を与えられて、友常と改名している。干渉元年頃から次第に幕府と内通するようになると、 これによって、のりただのあだうちを願う江杉氏一族に引き渡されることを恐れた、田賀や友常によって、干渉三年に暗殺された。去年二十四、友常は、結城市支流、山川市から、山川慶定の子、元影を擁立しようとしたが、元影が急止したために、欠城長朝の子、宇治ひがついだ。ありがとうございます。